はい。今回はキャッチフレーズ発想テンプレート、9つのテンプレートの中から8番目ですね。理念を伝えるというやり方を見ていきます。理念を伝えることでキャッチフレーズを完成させるやり方ですね。自分自身がですね、なぜその仕事をしているのかということを伝えることで商品サービス以外の部分を見てもらえるということになります。 やっぱりね、こう物余りの時代、サービスとか商品、似たようなものが、ね、たくさん出てくる中で選んでもらえるためには、なぜあなたなのかということですよねで。人間みたいなね、人間的な要素に注目をしてもらえると、その人の価値観とか世界観が伝わって選んでもらいやすくなるということです。でそうなると、理念をしっかり伝えていくと、なんとなく好きあ、この人だったらなんとなく頼みたいなで選ばれるようになるわけですね。で、ビジネスではこれで選ばれるのが最強なわけですね。 最強なわけですなので、ゴールとしては、なんとなく好き、誰々さんだからっていう関係性の中で選ばれるっていうのは理想的になっていきます。でまあ、参考例としてはね、日本の中小企業を元気にする。これもちょっと手垢のついた表現になってくるとは思いますが、要は自社の理念とか経営理念なんかを会員制のキャッチコピーに含めてですね、理念を含めて伝えていくということですね。この思いとか価値観っていうのを伝えて、築かれたこう関係性っていうのはね、 まあちょっとのことではこう崩れないので、まあ、長期的に、ね、お付き合いしていきたい場合は、この理念なんかも、ね、ヒントとして取り入れていくのがいいんじゃないでしょうかということですね。で、まあ、1億総承認時代の要率、これはこの早自身が、ね、掲げている理念でありますけども、こういうのを、ね、最初にあえて理念をキャッチフレーズに持ってくるのもね、まあ、そういったことに共感を、まあ、同志を集めるというか、そういった会員制とか、そういうスタイルで集めていく場合には効果的な伝え方になります。